はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日ですね、外食をした時にですね、サラダを食べました。まあ、下痢になることもなくね、元気です。まあ、食事制限のね、ある患者さんのね、サラダさえも気をつけなければなりません。まあ、僕の体の場合は、生野菜は流水でしっかり洗うというルールがね、ありまして、まあ、皮付きの野菜などは全て皮を剥いてもらってました。今はもう剥かなくても食べれます。まあ、剥いた方がいいんでしょうけども、まあ、こう何と言いますかね、この食べてみて下痢したらやめとき的な感じで、今は何でも挑戦していったらいいようです。なんですけどね、そんなめっちゃ怖いですよね。まあ、しかし生肉、生卵、生魚はまだダメです。まあ、話を戻しますけども、まあ、たまたまかもしれませんが、サラダを食べれたので外食をする楽しみが増えました。まあね、今まで注文することができなかったものがね、増えるのはね、すごい嬉しいですよね。まあ、家でも食べれるものがどんどん増えてきているので、これからもね、どんどん食べていきますけど、まあ、食べ過ぎたらね、また検査に引っかかるので、量はセーブしないと飽きませんけどね。まあ、でも次回の通院でね、副作用の症状がね、穏やかであれば、免疫抑制剤の分量もね、減らしてもらえるからね、まあ、嬉しいんですけど、まあ、でもしかしね、血圧が下がってなければ、血圧を下げる薬が出されるかもしれません。まあね、今年で37歳という年齢でね、僕の周りではまだ血圧の薬を飲んでるよっていう友達は、ね、いませんので、まあ、ひょっとしたらね、血圧の薬のパイオニアになれそうですけどね。まあ、血圧の薬をね、少し調べたんですけども、まあ、どの薬もほとんどね、副作用はね、なさそうなんですけどね、結構長いこと飲み続けなあかんみたいです。とあるサイトにはね、一生と書いてました。それはちょっと聞こえ方が嫌なので、先生にしっかりと聞いておきます。まあ、話が最終的にはね、血圧にずれましたけども、まあ、今回は外食でサラダが食べれて嬉しかったっていう話でした。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。